ドラナビね、今回来てるのがはい、ここじゃじゃん、読み方がわからない花山1614文化創意産業園区1914な、1914ね。いや、すごいのよ。ねえ、綺麗、めちゃくちゃ雰囲気あるね。なんか昔からある建物をなんかリノベーションしたって感じかな、そんな感じするよね、うん、ちょっと見ていきましょうよ、うん、はい、私は今両手にポテチ、両手にポテチやばい、めっちゃくちゃ高カロリーなんです、両手にポテチやばい、2000カロリーめちゃくちゃおしゃれ、下がじゃあハマーさんを多分ね、中でね、見事に
、これレジン？そうです。あめっちゃかっこいい。ものすごい尖らせるのをこだわりまして、尖らせることによってこの中の美中がすごい輝くので。そうですよね、はい、あすごい優等だと思ったら日本人の方です。そうなんです。今あの温度で色が変わります。ちょっとお見せします。25度以上で色が変わるんで、はい、夏場と冬場で雰囲気変わるような今外色です。すごい。これ25度一貫なんで、はい、ちょっとお湯で、はい、なので、まあこれからどんどん寒くなるんですけど、お酒とか飲んだりちょっとはしゃいだりしたら赤くなるみたいな。疲れが全部飛ぶ。